なんか彼女の場合ちょっと外に広げてるんですけど、フォルムはやっぱこうこの延長線上にこう外に広げるように、で長さがまあまあ長いんで、うん、この目の横に来すぎるとなんか頭が大きく見えちゃうんで、あ、そのボリューム、あ、そう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 、彼女の場合ここに持ってくるんじゃなくてこの頬横ぐらいに持ってきてあげて、で頬の形がなんかちょっとこういうタイプの、さっきのあのモデルさんと比べると彼女こうだったじゃないですか、こういう感じなんで、ここはちょっとタイトめにした方が似合うというか、頬のちょうどこの丸みのある部分、一番最初のモデルさんもそうなんですけど、ここがこうなってる人は広げちゃうとなんか重く見えちゃうんで、こういうちょっとややくびれ感を作ってあげた方が似合うのと、あとはここの空間が、そうですね、なんかここの奥行きを作ってあげながら外に広げてあげた方が似合うんで、なんかなんて言うんですかね、例えばそういう球身顔の人に前髪ぺったりしながら広げるのってなんかイメージ的にちょっと合わない感じしますよね、なんか狭くなっちゃうというか、余計なんかここの奥行きがもう広げてあげるみたいな、全体的に外に向かっていくんですけど、こっちは上方向でこう外に広がっていくというか、横だけじゃなくて、あ、そうそうそう、縦もそうですね、そう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 、っていうことによってなんか全体的なこうなんか広げるのがこっち方向だけじゃなくてこういうイメージっていうか、放射状に広がる、あ、そうそうそう、おっしゃる通り、さすがですね、素敵なお言葉が放射状ですね、はい、僕が言うべきやつですね、すいません。放射状に広げることによってやっぱこう綺麗に見えるというか、はい、ただ彼女の場合、目幅は狭いんですけど、うん、目の形が若干下がってるのが分かります、うん、分かります、だから後で見ていただけると分かるんですけど、ラインはさっきよりも跳ね上げてます。なるほど、はい、目の形とも合う、あ、そう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 、うん、この目尻がこう笑顔になると余計こう、うん、ね、そう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 、そう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 、ちょっとまつげで隠れてるんですけど、ね、そうなんですよね、あ、あ、これですね、あ、バッチリバッチリ、はい、うん、ここをちょっと跳ね上げ、はい、跳ね上げて、そうなんですよ、だからこう目尻が下がってる、下がり気味の目の形してるんで、うん、こう上げてもあんま分かんないんですよね、うんうん、そのすごい上がってる感がないんで、うん、はい、上げるって言っても本当この顔に合わせて自然に、おっしゃる通りです、ここの延長線上で上げるって感じですね、はい、眉毛は外側に広げてます、ここがこの
本来だったら多分ここで終わってるんですけど、はいはいはい、これをこっちまでこう広げてる感じです。何の延長とか何かあります？目尻 と、この小鼻の延長だと長すぎるんで、はいはいはい、それよりもちょっと内側ぐらいなんですけど、ただこの目尻よりも外に絶対来るように。なるほど、はい、なんかこのちょっと小鼻も入れた正面側を撮ってもいいですか？はい、なんかここがちょっとこう外に、なんかセオリーだとこうなんですけど、うん、でも 今こんな長い人いないじゃないですか。それやるとちょっと日本人というか、なんかハーフの子でもちょっと長すぎるんで、今ってなんか太くて短い眉毛が流行ってるじゃないですか。はい、なんか鼻からこうやってガイドラインを入れるので、お鼻と目と眉が入るように、はい、で直線的な感じなんですけど、長さ自体はやや外に引いてるみたいな感じですね。アイシャドウはアイラインはこう跳ね上げて、眉毛はちょっと長くて、で彼女やっぱり顔が細いんで、なんかこっちまで行くとなんかこの辺まで描いちゃうことなんですよ。眉の範囲がすごい。そうそうそう。なのでこれぐらいとかの方が、あ、分かりやすいかな、これですよ、はい、これだとね、こう延長線上近くまで来てるんですけど、うんうんうん、はい、でも延長線より超えることはなく、はい、そうそうそう、超えちゃうと長すぎるんで、もうここまでいっちゃうんで、はいはいはい、超えちゃうと、なのでどっちかっていうとここの目の際からやっぱちょっと離れる角度で、目尻よりは外に出し、そうですね、延長よりは内側っていう、はい、でこの目尻のこの上がりとアイラインがこうこうなるみたいなイメージですね。